ち上げてって言われたんで持ち上げますね。まーす。うわー、そのケーキはなんか桜色のスポンジしてますね。マスカルポーネアイスとドラ焼きの皮、はい、両方いくよ、いきます。ドラ焼きとアイスあるね。はい、ゆめです、こんにちは。どうも、今ディズニーシーレストランサクラに来てます。さっきですね、こちらディズニーシー20周年のスペシャルセットを食レポ終わったところです。で、今ね、平日なんですけども、レストランサクラ平日の14時17時はスペシャルデザートセットっていうのが特別にこれオーダーできるんですよね。で、これね、僕今ね、スペシャルセットを食べ終えた直後で、でデザートセットもこれいけそうなので、これ今からですね、デザートセット続けて食レポしたいと思います。で、先にね、このスペシャルセットの方が気になるよって方はね、先にこのスペシャルセットの動画の方をぜひ見てください。はい、この辺にちょっとリンク貼っておきます。はい、じゃあこれからスペシャルデザートセットをお出しします。はい、カトラリー来ました。なんとナイフとフォークだって。サクラでナイフとフォークってなかなかないっすよね。ナイフとフォークでデザートなんだね。まあ箸じゃないもんな。で、これはですね、なんかね、デザートにピンクの筒があるので、それを入れてくださいとのことでした。はい、来ました。こちらのフィルムは両手でゆっくりと引いて上に持ち上げてお召し上がりください言われました。なんだこれ。はい、改めてこちら、フルーツとマスカルポーネアイスのどら焼きね。これがどら焼きだ。で、これが黒豆きなこクリームのケーキ、多分これだよね。で、粒あんといちごミルクアイスと。はい、こちら1980円ですね。はい、じゃあね、持ち上げてって言われたんで持ち上げますね。持ち上げるよ。どうなるんだろう、いきまーす。ん使ってる、これ片手難しいな。あー、いた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 、いくよいくよ、いきまーす。うわー、崩れた。え、これで正解、これ正解ではね。すごっ、またぶっ飛んだメニュー来たな、さくら。はい、いただきます。で、これここに入れるのね。はいはい、はい、それでいただきます。なんだこれ。まずじゃあね、黒豆きなこクリームのケーキからいこうか。この今引っ張って上に、あ、持ち上げたやつね。ああ、もうドロドロだよこれ。なんだこれ、すごいな。これ黒豆クリームケーキね。いくよ、なんか垂れそう、大丈夫。いただきます。あ、美味しい、ほんとだ。きな粉の風味がする、すごいなこれ。下のケーキはなんか桜色のスポンジしてますね。うん、すごっ、甘さ控えめでね、上になんか、ね、いろんな和のお菓子が乗ってるんですよね。なんだろうこれ、ちょっとこれごま入ってますね、これ。うん、ちょいごまが入ってる。じゃあどら焼きいきます。これどら焼きどうやって食べるのこれ、すげえな。ちょっと上の蓋を外して、どら焼きって普通あんこだけどね、普通は生クリームのどら焼きなんてあるんだね。じゃあ生クリームつけて、いちごもつけようか。いちごと生クリームのどら焼き、こちら、はい、いただきます。おお、なるほど、どら焼きねでね、どら焼きマスカルポーネのアイスって書いてあるな。これそうだよね、これマスカルポーネアイスね。いくよ。めちゃくちゃうまい、マスカルポーネアイス。じゃあね、マスカルポーネアイスとどら焼きのこの皮、これ、はい、両方いくよ、いきます。うん、おいしい。うん、どら焼きとアイス合うね。ああ、あともう一回この黒豆きなこクリームのケーキいくか。これこれこれ、うまそう。うん、うわ、うまい。上になんかね、チョコレートとかなんか甘いものが乗ってんだよね。なんだろうこれ、上の乗ってるのも美味しい。すごいね、貞治青木とかと対照的だよね。あっちむっちゃくちゃ甘いんだけど、こっちはちょっと甘さ控えめですね。どら焼きの皮とね、粒あんと一緒に食べたい。いきます。おー、美味しい、めっちゃうまい。このきなこクリームのケーキが個人的にはストライクですね。なんかね、甘すぎず薄すぎずでちょうどいいです。あとこのどら焼きがね、
フルーツ盛りだくさんなんですよね。これなんだろう、グレープフルーツかなんか羊羹とかそういうなんかオレンジっぽいものが載ってますね。これね、なんだろう、八朔、いや違うな、普通のこれはなんだろう、いわゆるオレンジかな、はい、それが載ってます。なかなかこのどら焼きがボリューミーですね。これ粒あんですね。このあられが乗ってるので、ミッキーの耳みたいな、その耳に乗っけて食べるといいですね。このあられもね、味がないあられなんで、これもなかみたいでいいです。これ、うん、はい、じゃあ最後ね、このミニのいちごミルクアイスいきます。いちごミルクアイスね、いくよ。あー、美味しい。あー、まさにいちごミルクだ。はい、なんかね、バニラアイスにほんのちょっとなんかいちごのフレーバーが乗ってますね。はい、あとこれね、お皿のこの抹茶で描いたこのお花もこれ食べられますね。フォークでこう抹茶パウダーをですね、こう混ぜて、うん、抹茶の風味がする。はい、抹茶パウダーもいただいてます。美味しい、うん、美味しかった。はい、スペシャルデザートセット完食です。美味しかったです。はい、スペシャルデザートセットを完食しました。これね、やっぱね、どら焼きがやっぱね、メニューパッと見た瞬間目が行くんですけども、このやっぱ横のですね、この黒豆きなこクリームのケーキ、やっぱこのインパクトすごいですね。このセロファンの筒があって、ピュッと引っ張るとドバッと展開されて、黒豆きなこクリームをあえながら食べていくんですけど、これがね、しっとりとして何とも言えない、なんかね、ほんのり甘い感じがするんですよね。このね、黒豆きなこのクリームケーキがすごいいいですね。これがね、甘すぎず薄すぎずなんですよ。で、きなこの風味とね、多分あとごまの風味が多分しますね。多分ごまだと思いますね。の風味がして、すごいですね。このレストランさくら、このアメリカの日本食レストランということで、和と洋がね、融合したような、すごいさくららしいオリジナリティのあるデザートに仕上がってるなと思いました。あとやっぱね、このどら焼きなのでね、結構お腹にたまりますね。結構お腹いっぱいになってきました。で、前回のメニューは前回のメニューで面白かった。前回のこのデザートセットも良かったんだけど、今回もいいですね。はい、すごい良かった。やっぱね、今トータルメニューやってて、全体的にやっぱりね、ベリーとかムースとかですね、ちょっと申し訳ないんだけども、やっぱちょっと飽き気味なんですよね。やっぱあの時ランド行くとそうなんですけど、ポレーシャンテラスとかセンターセルトコーヒーハウスとか、あとスーベニアとかね、ああ、はいはい、この味ね、はい、ベリー、はい、ムース、ベリームース、ベリームース、ベリーのムースみたいな、はい、もうそういうコンボばっかじゃないですか。そこへ来てこの桜、このベリーもないしムースもない、うん、本当にこのね、なんかアメリカの洋食レストランということで、この独創的なデザートですっごい良かったです。ちょっとお高いんですけども、これはでもね、食べる価値あると思いますよ。めちゃくちゃ良かったです。はい、ちょっとね、量多かったんですけども、これスペシャルセットの後にこれ僕一応食べれました。なんですけどもね、かなり量あるので、本当にね、お腹空いた方にしかちょっとこれお勧めできないかもですね。連続、はい、これ自信ある方でしたら、これぜひ食べてみてください。はい、以上、レストランさくらの平日の14時から17時限定のスペシャルデザートの紹介、食レポでした。じゃあね、バイバーイ。